こんにちは、新藤きみこです。ちょっとこの寝癖がね、今日全然治らないんですけど、ちょっとこういう風にして今日はお送りしようと思います。で、今日の紹介はこれですね。ひょうたん木です。この実が、大きい実とちっちゃい実が、2個つくんで、これですね、ひょうたんみたいな形してるからひょうたん木って言います。まあ、これトマトトーンかな、トマトトーンでつけたんで、みんなつけ方どうなのかな、あんまりひょうたんっぽくないんですけど、まあこんな感じ。ここはカヤツリ草、涼しげでいいですね。白鷺カヤツリとかそういう名前かな、まあ、そういうやつですね。こういう花が咲くんですけど、まあ、かわいいですね。涼しげです、はい。で、今日はですね、リクエスト、視聴者の方からリクエストをいただいて、どんぐりの、2勝した後どうしたらいいのっていうね、そういう質問があったので、まあ、その紹介を軽くやりたいなと思っています。はい、まず今日持ってきたのは水ならですね。みんな水ならだと思うんですけど、水ならとコナラってね、すごい似たのがあるんですよ。ナラとかブナとかってすごい近縁種同士で交雑していろんな種類が出るみたいで、山なんかで見てもですね、まあ、ちょっとね、葉っぱのちょっと変わったやつとかたくさんあるみたいですね。盆栽でナラって言ったらコナラと水ナラがあると思うんですけど、水ナラは割とコナラよりも標高の高いところに分布していて、まあどちらかというと幼樹の分類なんですかね。で、コナラは水ナラより標高の割と低いところの、陰樹なんですけど、まあ、そういうところで住み分けもされてると。あと見分けるところといったら、まあ、実の形とかもまあ全然違いますし、あと葉っぱですね、葉っぱの付き方っていうので区別することができます。こんな感じで葉柄のこの葉っぱの付け根がもう全然分かんない、見えないか、こういう風にこういきなり葉っぱみたいな、いきなり葉っぱみたいな、なんかそういう感じの、はい、それで、コナラはですね、庭に生えてるのか持ってきたんですけど、コナラの場合の葉っぱは葉柄がはっきり分かれてるんですよね。こういう風にこの部分ですねがちょっと長いと、それがコナラで、水ナラは短いと。あとやっぱ水ナラは葉っぱが薄くって紅葉もすごい綺麗に出る、コナラも悪くないんですけど、葉っぱが薄いということで、まあ、ちょっとね優しい作りというか、その、雑木っぽくてね、ミニ盆栽では特に、まあ、水ナラの方で作る場合が多いのかなっていう、そういう、印象ですね。今日はそんな水ナラの、まあ、コナラでも、まあ、作り方は大体一緒なんですけど、そういう未生からの、楽しみ方っていうのをですね、私のやり方を、紹介しながら、やっていきます、はい。どんぐりの芽生した方で、その根をね、直根を切ったような人って多分今こういう状態なんじゃないかなと思うんですけど、こういう種のね、残骸がちょっとここ残ってる状態ですね。胚乳かな、胚乳がちょっと残っててシワシワですね。もうこっちはもう養分吸い尽くした感じかな、まあ、ポロって取れちゃうんですけど、これはまだちょっとね残ってるような感じしますけど、まあもういらないんでここはもう切っちゃっても大丈夫です。作り方としてはですね、胚乳残してその間何回もこう出てきたら切るっていうのをやってちっちゃくする人もいるし、早くにこう胚乳取っちゃって、それでパワーを取って、それで小さくする作るっていうね方法もあります。そうすると今ねちょっといい感じに曲が少し入ってて、
こうツーンとね伸びちゃうわけなんですけど、うん、多分これでどっからどうしようってね悩んでると思うんですよ、うん、どんぐりの場合はここ根っこが幹みたいにすごい太ってしかもいい感じにこう曲くねっとねなってくれるんで、まあ、ここを幹として見立てて上はねこれからいかようにも作っていきましょうかっていう感じなんですよね、うん、だからこれをこうあの幹の一つと延長としてあの主幹として作るんだったらこれをさらに針金ちょっとかけてそれでちょっと太らせながらここら辺出てきた葉っぱであの枝作っていくっていうねそういうやり方でいいと思います、うん、あの結構太るのも早いんであの緩くかけて、うん、それで食い込む前にあの外すようにした方がいいですね、うん、こう針金とかきましたね、うん、まあいい感じにこうやって曲げてあらこんな感じでいいかな。これで一つ素材ができたかなっていう感じですね。今これ切ったりとかしても、まあ、芽は出てきますけどまだ細いですから、うん、あの余計なことはしないでこうこのままねあのやっていいかなって思います。はい、この辺も同様ですね、うん、この幹できてるからここで曲作って、まあ、太ってきて枝充実させていくっていう感じ、うん、そういう風にあのコナラとかミズナラとかってあの、まあ、結局山の木であの変にね針金とかかけてあのやってもねあのすぐ食い込んじゃいますし、うんまあ、自然に任せたようなあの作りにした方が、うん、やっぱねコナラらしいんですよね。コナラって言うんだけど、まあ、ミズナラらしいんですよね。ナラらしい、うんまあ、そんな急がず焦らずという感じであのゆるゆるやったらいいと思いますよ、うん、こういうちょっと軸がちょっと伸びてきて緑色から少しこう茶色っぽくなってきた赤茶色っぽくなってくる頃ってあのすごい曲がりやすくて全然折れないのであのちょっとね、まあ、まあ よっぽど無理したらダメですけど、まあ、多少の無理は効くしあのダメージも少ないのでこのうちに、うん、あの今の段階のうちにこう形を作っていくっていうのはあの今適期かなというところですね、うん、私結構圏外とか好きなんですけどうちの棚場は狭いので圏外ばっかり作ると置き場所なくなっちゃうのであの割とね立ち木風に作ったりすることの方が多い気がしますね、うんうん苗はねこんな感じです、うん、こういう幹のね矯正というのは今のうちやっておくべきかなと思います、うん、これでいいや、うん、OK である程度こうあのこういうのもできてるやつはですねこういう段階のものはあのあんまり針金掛けとかに頼らずにまあ剪定で作っていくとあの良いかなって思います、うん、ナラの枝の出方ってあのこう最初春に出てくるこう葉っぱ新葉があったらその真ん中からあのにまたツーンって伸びてくるんですよ、うん、だからあの芽摘みって言ったらこうたあの二芽残しとかねそういう考えなんですけど、この木の場合の二芽残しをすると、これとこれかなこの葉っぱこれ残して酒をこう摘むこう摘むっていうことになると思うんですけどそうするとここの大説明すごくツーンって長くなっちゃうんですよ、うん、大きくしたい場合はあのさつきと一緒でそういう二目で摘むとかしてもいいんですよ。こう伸びてこう伸びてこうやって、うん、すごく大きな木なんかはでもこの形このサイズで維持していこうと思ったらやっぱねこの出たこのツーンって伸びたやつはあの元からこう摘んじゃううん、そういう積み方しないといけんあのどんどん大きくなってしまいますね、うん、ここ積んだらまたこの葉っぱの根元のところからあの2番目弱い2番目がツーンとこうまた伸びてくるんですよ。2個とか3個とか、うん、その弱い芽で作っていくっていう感じで全体的にこうコンパクトにしていくっていうような感じになりますね、うん、よく見たら根元の方にもうすでにこう芽がねできてきてるんですよ。ちっちゃい芽が2番目がうん、このままだとこれはあのこのままツーンと伸びてこの芽はね来年の春まで眠ってしまうことがあるんですけど今のまあ6月ぐらいかな、うん、そのぐらいまでだったら
個切っちゃうと、あの2番目伸びてきて、それがまあ、あのいい感じに固まって、あの枝として残るっていう、うん、時期が遅れると、あの弱い枝のままで冬越せなくて、そのまま枯れちゃったりしますんで、うん、まあ、時期はね、あんま 遅すぎず早すぎずっていう感じで、でうまくいけばここからもね、あのまた芽出てきますんで、そしたらまた小枝が増えてくっていう感じですかね、うん、ここもツンと伸びてるんで切ると、うん、でここ小枝が出てきてるんで、あの将来的にはここ切るかもしれないんですけど、まあ、もうちょっと力つけてから切ろうかなとかですね、枝によってこう切るタイミングを見ていけばいいかなと。あの2目で切っといたらこういう風に2番目出てくるんですけど、ここの節が長すぎて多分結果的にこの木のサイズでは使えないんですよね、うん、使えなくなっちゃうから、まあ、ここ元からどうせまた切らないといけなくなっちゃうわけです、うん、そうすると、まあ、で切ったらここの今備えてあるここからですね、2番目出てきますから、うん、切っていいんです。これは今ね、あの経過観察中なので、もう伸ばしっぱなしにするんですけど、こういうの切っちゃって、うん、こういう風になるんですよね、うん、これね、こう割と短いところで2目出てるから、これは使えるかなっていう感じですけど、まあ、これは使えない感じですよね、うん、これはあの1箇所から3本芽が出ちゃったりとかしてますね。やっぱ木によってこう芽の出方って結構まちまちで、あの一概には言えないんですけど、こういう風になったら基本はやっぱり2目残しということになりますね、うん、まあ、どれでも好きなやつを。それで今こうツンって伸びてるのは、この元にあるこの葉っぱからの栄養も結構来てるので、あのちょっとね、切ってあげて伸びを抑えてあげるという感じにしたらいいですかね、うん、ということでですね、今日は、水なら祭りでした、うん、これでね、ちょっとね様子見ながら、うん、まあ、言うこと聞かないって言っても、あのやればね、手入れしてあげれば確実にこう狙ったところにあの芽を持ってくれたりとかするんで、あの結構やってみると面白いですね、うん、あの紅葉もすっごい綺麗、真っ赤っかな綺麗な紅葉なんで、あのね、すごいあの結構大好きな樹種ですね、うん、まあ、大好き、何でも大好きって言ってるような気がするんですけど、まあ、おすすめです、はい、特にこういう一歳子ならこう、ね、早いうちにあのどんぐりの実がなりそうなやつとかはですね、あの見かけたら買っておいてもいいかなと思います、はい、さよなら、さよなら。